ちゃん、こんにちは。豊さん、はい、早いもので、今年ももう半分終わりましたか。早いものでっていうか、まあ期間短いからな。あ、そう、交流戦で、しかも今年も半分終わりますからね。そうだね。はい。で、交流戦も後半というところで、まあ残りね試合がどんどん減ってきてますが、この中で今現在首位を走っているチーム、最下位を行っている交流戦の12チームありますが、ここから順位がどう変わっていくのか、最終的に下にいるチームの巻き返しあるのか、それともこのままでいってしまうのかっていうのを大胆予想をしていただきたいと思います。で、これ6月の4日時点で首位は3チームです。ソフトバンク、巨人、楽天、これ勝率 7-1-4 で並んでます、でそこを単独4位で追っているのが日本ハムで、次5位がロッテ、6位 DeNA、7位が中日と西武が並んでいます。で、9位がヤクルトで、10位がオリックスと広島、そして単独の最下位が12位阪神なんです。ただこのゲーム差なんですけれども、これ 0.5、0.5、1、2、3.5 ゲーム差の中に12チームがいるので、まあな、はい、まだまだチャンスは、まあそうだね、はい、6月8日の時点ではまだわからないですが、さあここからガラガラポンがあるのか、このままいっちゃうのか予想していただきたいです。まず豊さんは優勝はソフトバンク、そうだね、はい、これが当たらなければキャップをねあげますっていうふうにも言ってたと思うんですが、はい、この上位ソフトバンク、巨人、楽天っていうのはどうなんでしょう、このままいくんでしょうか。まずいやー、まあ、楽天がちょっと不安定かな。楽天でも調子いいですよね。調子はいい、調子は悪くはない、まあ浅村を大体に外したりだとかさ、はい、いろんな手を打ちながら悪くはないと思う。悪くはないけども、やっぱこう内とか庄司とか、はい、まあちょっと経験が浅い選手が結構投げてるんだよな、だからまあここら辺でちょっとどうなんやろっていうような気はあるな。そのピッチャーっていうところ、バッターはまあね、バッターはね調子がいいよ。そうですよね。で茂木でも代打の切り札としてね、おるし、悪くはないと思うんだけども、ピッチャーのそのちょっと若さが気になるなという感じはするな。そうかとなると、ちょっと後半ピッチャーそれは大きく崩れるっていうことはないと思うけども、ソフトバンクとか巨人とかいうチームよりは若干ちょっと下がるかなっていう感じ。ということは、じゃあこのソフトバンク、巨人っていうのは、このままいい位置をキープしながら、その交流戦優勝に一番近いチームなんですかね。他どっか出てきます、ここからダダダダダッと上に上がっていきそうなチーム。俺はなんか中日がしぶとそうな気はするんだけどね。中日、現在3勝4敗、まあ、勝率は4割、429です。まあそうだな、だからまあそこら辺がね、上をこう脅かしてガーンとくるかっていうとさ、まあそんな勢いはないとは思うけど、でも貯金を作ってくるかなっていうような感じがするんだよね。相変わらず防御率はやっぱ12チームトップの 1.23 なんですよ。ただ打率が12チームワーストの195。バランスが悪いよな。いつものにも。いや、バランスがいいっちゃバランスがいいのかわからないけど、ここら辺こうどっちに転ぶかなんだよ。だから俺はもう超か半かって言ったら、なんかもうなんかこういい方に転ぶみたいな。ここから、まあ、細川選手がやっぱりちょっと調子悪くて、これ打ち出すと細川選手ってバッと勢いでいくじゃないですか。まあでも、まあ昨日のゲームでは3本打ったりとかしてたからね。だからそんなに悪いとは感じないけども、やっぱ中田翔だな。俺は翔が打てばいい方に転んでいくっていう感じはするけどね。本当に半か超かですね。そうだな。これ中田翔選手が打っていけば、ここから貯金作って上位にもいけそうな気がする。ただ打てないと、一進一退が続くというような感じがするけどね。で今4位単独で日本ハムいるんですけれども、まあ日本ハム上がってくると、ここからまた上がっていく、打率、チーム打率非常に良くて、これ12チームトップの3割2分3厘なんですよ。で防御率が 1.96、こここそ本当にバランスが取れてる。まあそうだよな。だからまあ日本ハムは落ちるっていうことはちょっと想像がしにくい。やっぱ上がってくると思う。これ交流戦の優勝っていうことも十分可能性がありますか。全然ある。ソフトバンクの方は柳田が怪我で離脱、ちょっとここら辺の得点力っていうかさ、そうです。まあでもいい選手いるからな、はい、ただその代わりに栗原が3番に入って、はい、まあ柳町が、ね、柳町も入る、下位に入るっていうような形だけども、ちょっとここのとこ怪我人が増えてきてるから、三森選手も、ね、まあまあそうだね、だからちょっと不安な部分はある。はい、防御率はね、やっぱりピッチャーいいので165なんですけれども、打率が2割3分2厘と、なんか打ってるイメージがあったんですけど、そこまでちょっと山川が止まってるからね。ああ、そうかそうか。ということは、ソフトバンクがちょっと勢いを落とす可能性もなきにしもあらず。あるんだな。そうか。あとまあ巨人はね、打率がちょっと2割9分3厘、これはね、18得点取った。まあそうだな。ポンと跳ね上がったと思うけども、はい、まあただ巨人はちょっと安定して戦っていけるかなっていう。うん、まあ先発ピッチャーがやっぱある程度投げれるよね。うん、いいよね。だからゲームを崩すということもないし、はい、そこら辺ではこうソフトバンクよりも巨人の方が安定してるかもわからない。じゃあいい位置をキープしながら交流戦の優勝争いに絡んでいけそうだな。だから最終的には日本ハムと争うかなっていうような感じがするよね。でソフトバンクがちょっと追いかける形、まあ追いかける形になるかなっていうような感じです。あとでその下に楽天が追いかける形。なるほど。ただこれロッテ、まあ、11連勝止まった次の試合がちょっと負けてしまったんですけれども、ただ防御率がこれまあ 4.57 に跳ね上がったのは巨人戦だとは思うんですけれども、ロッテ勢いっていうのはこのままちょっとね、やっぱり11連勝してる疲れがあるよな、うん、まあそれと DH を使えない野球に対してのちょっともろさがあるという。それはポランコ、まあまあ もちろんそうだし、あのヤクルト戦でポランコが DH 使えないからベンチにいて、はい、いいところで代打に出てきて、はい、タイムリーを打って延長になってみたいな、うん、その試合は、まあ、両方とも負けなかったんだけども、うん、まあだけど勝ち切らなきゃいかんよな。でもそういうところではちょっと疲れも出てきてるし、はい、まあ DH を使えない野球っていうのに少しもろさがあるのかなっていう感じがする。そうするとここからまたあの11連勝の勢いっていうのはちょっと一旦休憩じゃない。そうか、ということはここから今5位なんですけれども、上位に上げていくっていうことは、今何勝何敗だっけ。今ですね、3勝2敗の2引き分けです。勝率6割です。だから5割ぐらいを死守していけば多分上出来なんじゃないかなっていうふうには思ってるはずだと思う。まだ1つ勝ち越してるでしょ、はい、で2つもよく引き分けにしたよね、うん、これ、ヤクルトが本当に抑えしっかりしてたら、両方とも負けだから、そうなんですよね、あの試合、いやいや、本当に、はい、いやだから、そういう意味では5割を死守できれば、うん、一旦勢いも止まったし、はい、まあその反動の疲れっていうのも来てるだろうし、うん、5割をね、はい、保てればいいと思う。でちょうど今、中間地点にいるのが大体 DeNA なんですけれども、はいはい、DeNA は防御率 3.56、うん、で打率が2割5分5厘、うん、4勝3敗、5割ですね、勝率4勝3敗で5割、4勝3敗で5割7分1厘、そうだよね、はい、そうだな、これ、難しいのな、うん、でも、うちのスタッフは、もう一番打線よく DeNA いくんじゃないかっていうふうに、俺はあれだけのミスがあって、よく勝てるなっていうような、そこか相手は何してんだみたいな、逆にね、でやっぱりミスが多いよな。これ、じゃあ、相手に助けられてる部分っていうのがあるんですか、相手がミスを、DeNA のミスを生かしきれてないというね、まあそういうところもある、だからミスが出て勝てる、まあそれはもうラッキーだけど。うん、あんなミスをしてて勝てるかっていうと俺はちょっと疑うな。こっから後半に行くに従って、だからミスがなくなればいいけどね。そうか、じゃあここの後半からミスがなくなれば、とんでもないミスなんだな。いやだからそういうミスがなければね、こう優勝争いに絡んでいけるぐらいのものはあるよ、ただし K はなんか安定してきた、ジャクソンはどうなのかとかね、はい、大貫がなんかちょっと状態が本当上がってこないとか、うん、そういうことがあるから、なかなかやっぱこう貯金も1つ2つぐらいで落ち着くのかなっていうような感じがするよね、うん。ということはこのままの位置をキープしながら最終的に来そうかなって感じですから。で7位に並んでいるのが先ほど短歌長歌で豊さん言っていた中日、はい、あと西武なんですよね。3勝4敗で並んでいて4割2分9厘です。うん、まあ、どちらも打率悪いですよ。中日が1割9分5厘、西武が1割8分5厘、西武は防御率も 2.61 と1割台ではない中日に比べると、先ほどね、中日はハンカチョーカー中田翔選手おっしゃってましたけど、西武に関しては、西武はね、まあ、確かに栗山戻ってきたりだとか、うん、でいきなり結果を出すとか、ね、はい、まあだけどここもなんかちょっとミス多いな、うん、多いですね、ミス、うん、でアブレイユがイニングの途中で行くとダメな、イニング頭から行って、うん、変えるんだったらもうイニングの頭とかね、この前の今井投手の時ですよね、勝ってたんですけどね。なんであのワンアウトで変えたんですか、あとワンアウトで、ね、鉄人もね、三振2つぐらい取られてて、あと凡打だよね、全然合ってなかったんだよ、あそこで、アブレイユ、いや、その方がいいよみたいな、打ちましたからね、山田哲人選手。いや、だからちょっとね、謎なこともあるし、そうだな、西武はちょっと雰囲気的にちょっと難しそうな気がするな、上がっていくことはちょっと難しいかなっていう感じ、吉村に6回ぐらいまで、5回か、6回にホームランが出たのかな、あのまでノーヒットノーラン食らってたしな、だから、まあ、打つ方はやっぱり、厳しいっちゃ厳しいよ、やっぱりね。そうですね、引き続き、さあここからです。9位が現在ヤクルト、2勝3敗、ただ2引き分け、勝率は4割ちょうどです。だってね、うん、ヤクルトは3勝してなきゃだめだよ、プラス3勝、今の、そしたらいくつになる？そうするともう、そうですよね、3勝して5勝ぐらいしかない、そうです、これ、抑えが、どちらかだったら、逆転スリーランとか。サヨナラでね、はい、とか9回ツーアウトまで1点のタイムリーとかありましたね。もうそこさえしっかりすればさ、はい、でもまあそれがチームの事情なんだろうけどもな、うん、なのでやっぱり防御率が 3.73、これはロッテの 4.57 に次ぐちょっとワーストになってるんですけれども、ちょっとやっぱ苦しいかもわからんな。で、まあ、打率も2割2分7厘なので、いいとは必ず言えないな、はい、言えないんですよ。破壊力は感じるけどね、そうなんですよね、だけどちょっと苦しいな。ここから、まあ、ヤクルトが上がっていく可能性っていうのは、まあ、そんなに期待はもったいないな。うん、上がっていけるとすると、やっぱりピッチャーだよね、抑えの8回、9回、まあ、特にね、はい、8回、9回、これがもう万全であれば、はい、それはもう優勝候補になってくる、そうですよね、あとそれをもカバーするぐらいの打線、まあ打線は本来の力を出せば、はい、そういう破壊力があるんだけど、まあ、例えば塩見がいないとか、鉄人、はい、の状態がいまいち上がってこないとか、はい、まあそういうことがあるから、ちょっともたもたしてるだけで、はい、ここら辺が揃ってきて、うん、まあどこもそうなんだろうけどさ、はい、8回、9回のピッチャーがしっかりしておけば、うん、それは優勝争いしてくるよ、ヤクルトは。そうですよね、だってレギュラーメンバーはしっかりいるもん。で、丸山選手も戻ってきたので、成長してきてるしね。ですよね。さあ10位で並んでいるのがオリックスと広島、ともに2勝5敗ずつで勝率が2割8分6厘、うん、広島がちょっと落ちてきたっていうのが、まあ疲れだな。ね、今までさ、その絶好調だった小園、それがね、このラインだとかさ、まあ1番を打ってた秋山が小園につなぐとか、で小園が絶対返すとか。そういうもうみんななんか相乗効果というか、うん、そういうので上がっていったのがちょっと調子を崩してんな、今疲れとともに、そうですね、うん、だからちょっと苦しい状況にはあるのは確かだよ、うん、ここからそのカープ打線が巻き返してくる後半戦っていうのは十分にあるは、うん、いや、あるあるある、うん、まあ、若い選手が多いから、まあ、小園とか矢野とか、うん、末包もそうだし、はい、まあ末包はそんな若くはない、27とか、まあ、そのぐらいですよね。まああとはその相澤と坂倉をうまく使いながらっていうことを考えると、上がってきそうなのはオリックスよりは上がってくるだろうな、打線的に、うん、打線的にも順位的にも、はい、だから可能性は広島は最終的には交流戦5割で終わってくれればいいんじゃないの。じゃあ、ちょうど中間ぐらいの順位で5割で終わってくる、まあそうだね、だからそのぐらいのことを考えてるかなっていう感じがするね。一方で、そのオリックスなんですけど、まあ、オリックスは危険なのは、やっぱこうメンバーが揃わないっていうこと。はい、でピッチャーも含めて、今、苦しい状況だよな。非常に苦しい。野手はゴンザレスと森選手が怪我でいなくなってしまったの、そうだね、でプラスアルファ、ピッチャーはもう続々と離脱していってしまっている状態、うん、山崎颯一郎選手もいないし、ここですよね。いやだから苦しいと思うよ、本当に。まあ、ただ、3年間、ね、優勝し続けた、まあ、金属疲労だとか、まあ、いろいろあるよね。だって山本いない、山崎幸也いない、幸也いないですで、宮城が登録抹消、俊平太がいまだ投げれない、で中継ぎが比嘉いない、山岡大輔選手いない、それから山崎颯一郎投手いない、平野投手、宇田川いない。どうすんだよ、どうしようもできないだろう。現状、本当にもう日当たりでもう勝っていくしかないよね。もうなんか長期の計算なんかもできないしさ、その日をどう戦うかで目いっぱいなんじゃないの。だからそれが上の状況を狙うとか、そういうことはなかなか厳しいよね。厳しいですね。ということはもうちょっと5割はもう厳しいのかな。厳しいと思うよ。だからとにかく今は耐えの上で帰ってくる選手を待とうっていう戦いしかできないですよね。耐えるしかないよな。厳しいですね。さあそして最後、阪神ですけれども単独最下位、1勝5敗、勝率1割6分7厘、で打率が2割ちょうど、で防御率が 3.14 ということで、まだこの時点では阪神は交流戦1勝しかできていないっていう。そうだね、まあピッチャーから言うとちょっと後ろのピッチャーが疲れ、登板型になってるかなっていうような感じがするよね。そこは鉄板であってほしいのに、そこから崩れていってるっていうのがちょっと苦しいかなって思うよね。1対0とかで勝ってる時にいつもの7回8回の一撃パターンで3枚と使って、岩崎投手がゲラでいこうと思ったら打たれて同点になって、ピッチャーが今いないとかね、で西潤ね出して打たれたとか、だからまあ延長で勝ってないんだよな、ここのとこ。そうなんですよね。だからちょっと苦しいやりくりにはなってるな。まあそこが一番ピッチャーのやりくりとしたら心配なところ、で野手はやっぱ近本が4番を打ってる、これがやっぱ心配だよね。打たすのは悪くないんだけど、打たすことによって近本まで悪くなってきたら、これはまた考えもんだしな。取り返しつかないってなっちゃう、ね、そういやそしたらもう正規って言ったらいいのかな、阪神のもう理想と言えばいいのかな、まあ、昨年のオーダー、怪我にいないし、調子を崩してるだけで、いるわけだから、そのメンバーを組んだらどうなんだろうっていうふうには思う。そうですよね。それでね、もう我慢するしかないよ、これで我慢が、ね、限界に来てるから変えてるっていうのも気持ちは分かる、分かるけど、だけどそれしかないと思えば我慢するしかないだろ。もうそうですね、手段がそれしかないと思えば、だからよそ見してて、あ、この選手良さそうなの使ってみようかっていう堂々巡りに入ってくると、もう何も分からないまま、何もまとまらないまま終わってしまうという、まずはほら阪神がやっぱりやらなきゃいけないのは、後ろのピッチャーをどう休ませるのか、誰かと変えてちょっと一旦リフレッシュさせるのか、まあそういうことも考えなきゃいけないし、野手はどういうふうにしてベストを組めるようにするのか、これをまず考えることだよ。だからやっぱ戦うとかいうよりも、自分たちの体制をちゃんと整えないと戦いにならないって思うな。そうか、だって俺思ったのが、日本ハムとの甲子園での試合ね、完全に日本ハムに接近されてるっていう、甲子園での2試合、もう圧倒されてるという、本当だったら甲子園で阪神が飲み込んでいかなきゃいけないのに、逆に飲み込まれてるという。でしたね、だからあの雰囲気って何が起きてるんだっていう、そこだよ、本当に180度違う、チームカラーだよ今、本当そうですね。明るくて、やった、帰ってこい、やったな、お前みたいな、片や、打てないなみたいな、確かにね、だからやっぱこう、雰囲気作りも大事かなっていうのはあるよね。そうですよね。勝ってる時だったらいいよ、もちろん、それはね、負けてる王道としてさ、威風堂々って風林火山みたいなね、そうですね、動かずみたいな。でセ・リーグだけの順位でいうと阪神現在3位で4位の DeNA とはもう2ゲーム差というところまで来ているので、これ本当にこのまま交流戦行ってしまうともしかすると B クラスっていうこともありますし、だとすると阪神はこの後交流戦っていうのは豊さんどういうふうになっていくと思われますか？もうこのまま行ってしまうのか。いやだから雰囲気的にはこのまま行くだろうね。だからそれを止めるためには交流戦だけで戦ってるわけじゃないわけ、もう優勝なんかさ絶対狙ってないわけだし、もうだと思います。そうでしょ。そうしたら体制をどう整えていくのかっていう、交流戦明けからのでもいいですよね。で DH も使えるし、 DH に誰を入れて調子を上げさすとかさ、そういうこと考えた方がいい。やっぱりだとするとサトデル選手を DH に俺はいいと思う。ということは気になるのはやっぱりサトテル選手をこの交流戦で調子を戻させていくとか、まあそうだねってことですよね。そうだね。まあやっぱ阪神は優勝とか交流戦ないっていうことよりもレギュラーシーズンまた戻った時の調子が上がる、戦う体制をね、やっぱこう戦える体制を整えないと、レギュラーシーズン戻っても苦しむよっていうことだよね。そうですよね。まあ今ちょっと交流戦のここから後半戦ということで、さあここからね順位がどういうふうになっていくのかっていうのを見てきましたけれども、優勝に絡んでいくのは巨人だったり日本ハムであったりソフトバンクであったり、日本ハムがだからちょっと有力なような気がするなあ、勢い的に。そうですね。いやもうなんかみんなで優勝できるからやっちゃうみたいな、やったらやっちゃいましょうよみたいな、そういうノリがこう自然と感じられるんだよね。しかも新庄監督になってから初の優勝というタイトルだよね。タイトルですよね。これは十分に狙える、まあ十分に狙えるありますし、まあ今ね下の方のチームであったり、こうちょうど半ばぐらいのチームでもやっぱり上がっていけるチャンスっていうのは、チャンスはあるよね。チャンスはあるけども、やっぱり日本ハムも逃げるだろうし、まあジャイアンツも逃げるだろうし、この2チームに絞られてきて、だからまあソフトバンクも柳田いない、そこをしっかり埋められるかどうかっていうこともあるし、まあロッテ、ね楽天、こういったところがねどこまで食らいついてこれるのか。ね、はたまたねダークホースみたいな感じでね、ピューっていくチームが出てくるのか、まあ交流戦後半戦も楽しみましょう。はい。